の長野です。皆さん、ビットコインの価格が大変なことになっております。仮想通貨の価格が大変なことになっております。昨年頭より中野研究会が発足し、数多くの人をコインチェックの牢屋事件から救ってきました。コインチェック牢屋事件発生する日の早朝に、中野研究会はコインチェックが口座を凍結し資金をストップすることをいち早く把握し、日本全国数千名、数万名の方が資金を早急に取り出すという会挙を行いました。その中野研究会、未来を引き当てる、そして未来を予測する能力がまた今回も大当たりをしてしまいました。昨年年末にビットコインの価格が800万円を超えると予測しましたが、多少ですね、それはほんの数ヶ月だけでした。後ろにずれ、そして今ビットコインはなんと111万円を超え、 G20 を控え800万円の道筋が見えてきました。それはビットコイン ETF が国際金融協調を行い、 G20 カ国すべての国でビットコイン ETF が承認されると、同日に承認され、もちろん日本の金融庁もビットコイン ETF を承認する。これはこの4月にですね、ブルームバーグが、アメリカのブルームバーグがすっぱ抜いて、新聞掲載した、その情報が今回 G20 カ国すべての国がビットコイン ETF を承認し、国際協調としてですね、ビットコインを上場投資信託として認めると、この情報がすでに漏れているという情報が、あっち系の秘密結社リーメイソンから来ました。で、ちょっとね、よく分かってない人たちはですね、フリーメイソンとかね、よくわかんないこと言ってるんですけど、何なんですかそれ。よくわかりませんね。フリーメイソンは単なる宗教団体じゃないですか。私は、そんな宗教なんか入ってません。宗教なんかって言ったら語弊がありますが、宗教どころの騒ぎではない団体に入っております。かの有名なウォルト・ディズニーは、メイソン・リーの外部組織フラターニティに入っていました。私はその中核であるリーメイソン、そのさらなる上位団体のミナティ、そしてその上の丸々でございます。見てください、ビットコインの価格が今朝よりまた爆上げを開始しました。そして今上り調子で112万、この動画を撮影している間にも1万2万と増えていっております。1万2万、こんな増え方ありますでしょうか。日本の日経225株平均1分2分で1万円超えますか。たかが日経平均2万2000、2万1000、その金額でおどおどしてるのに、こんなことってありますか。はい、ということでですね、これ日足ですが、1時間足にしてみましょうか。見てください、この1、2、3時間でですね、3時間前は106万円、それでも大きかった、
それがなんと112万で、うわわわわわ、なんだこれは、112万、あそこの3時間で6万も上がることってありますか、ありますか、ないでしょう。このビットコインの爆上げ開始いたしました。ビットコインの爆上げ開始いたしました。これはまずは120万円まで行くでしょう。120万円ですよ。ビットコインが120万円ですよ。夢の120万円ですよ。去年私がビットコインも仮想通貨持っていれば、複利計算運用法でビットコイン、イーサリアム、リップル、その他草コイン戦略を行って1万円が2000万円になると、言いましたが、皆さんそれを信じないでですね、ドックの塔に中野研究会をやめていき、そして二足三毛になった仮想通貨を、このクソ安い時に売り払ってね、年末年始1月、バカな人がいっぱいいましたね。1月2月ビットコインの価格はなんと37万5千円とか、ここはですね12月15日ですが、なんと36万35万円までなりました。そして年明けて今年は2月2日とかですね、36万9千円台ですね。はい。でもう見かねた人たちがね、出川組の人たちがもう泣きながら、投げ売りしました。しかしそこがそこでした。そこからの爆上げ、中野研究会の快進撃はすごいです。はい。これを見越してました。これを見越してました。ただここでですね、このままボーっていく予定だったんだけれども、カルロス・ゴーンさんが捕まってファーウェイの副会長が捕まったと。その事件は、私たち、メイソンの中にはありませんでした、まあ、他の秘密結社の陰謀でございました。そして今108万円を超えてですね、まあ、もちろんアメリカ米ドル1万ドルを超えました。そして、去年の日本のですね5月5日5月4日ですね、108万円を109万円か108万円台ですね、大きく超えて今は120万円、そして128万円に迫ろうとしておりますので、この山を越えたら次はここですね、175万、そして、205万、233万、そして240万ですね、250万ですね。はい。余裕でいきます。こんな260万、250万とかの山っていうのはね、平気で超えて年内に800万円、ビットコイン800万円いくと。まあもちろんですね、もう35万円の時にね、買った人はもう報告顔ですね。今はもう3倍、4倍って、3倍ですね。3倍から今4倍に行こうとしています。まあ1000万円ビットコイン買った人は今も3500万ぐらいになってると。ね、100万円買った人は350万円になってるし、10万円買った人は35万円になってると。悔しいですね。で、今から買ってももうダメだと思う人は、あなたはさらに儲かりません。今から買っても全然遅くありません。800万、そして1000万、そして5000万、そして、果てには1億円に行きますからね。どうしてね、お父さんお母さん、ビットコイン112万円の時に買えたのと。どうしてこんな安い時にビットコイン買えたんですかと。ね、今やもうビットコイン2億5000万なのに、どうして112万円で買えたのと、言われる時が来ますからね。今からでも全然遅くありません。そして中野研究会の皆さんはね、ほとんどの人が仮想通貨で、むちゃくちゃな利益を上げております。まあ、信じるものは救われる、信じるものは救われるですね。はい、眠も少々上がってきましたね。ただまだ、眠はまだお眠の状態ですね。はい、そしてモナコイン。モナコインは、昨日爆上げしましたね。昨日のですね、朝9時から爆上げしてますね。とんでもない爆上げですね、これね。モナコイン、そしてビットコインキャッシュ。ああ、爆上げ開始してますね。ビットコイン3時間前からですね。はい。ビットコインには及びません。そしてサリアム E ですね。サリアム E も爆上げ開始しておりますが、32,550 円ですごいですね。年初来高値です。年初来高値です。そしてリップルはどうなったかというとですね、リップル見てみましょうか。
はい、ビットバンクでリップルを少し見てみましょう。まあ何でもね、信じきらなければ成功しないですよ、人生でね。これ投資、お金、儲け、まあ、ビジネスでもそうですし、大学受験でもそうですしね。うん、なんだかんだ言ってね、大学なんか行かなくてもいいんだつ言ったところでやっぱり行った方がいいですよ。世界、たくさんのね、専門知識を身につけることできますしね。いろいろ好きなこと勉強できますから、大学ではね。行かなくてもいいんだつって言って、それはあなたの勝手でしょうだけど。まあ、好きなこと勉強したいなら行った方がいいし、ただ遊びに行くだけとかね、就職するための箔をつけるために、っていう意味では行かなくてもいいかもしれないね。まあ、ただ行かな、まあ、高卒よりは大卒を取るだろうね、就職の時ね。まあ、そういう意味では行った方がいいんじゃないですか。行って悪いことは何もないしね。まあ、時間とお金が無駄になるって話もあるかもしれないけど、それは、行きたくない大学に行けば無駄になるけど、自分で行きたくてそこで何かを勉強、目的意識を持っていくんだったら、それは行った方がいいに決まってるよね、大学はね。しかも少しでも偏差値のいいところに行った方がいいでしょ。だって有名大学に行けば行くほど自分が望む勉強ができるんだからね。まあそれ大学行く必要ないっていう人は勉強したくないからそういうふうに言ってるだけでね。だから大学行くか行かないかって言ったら、行きたくないんだったら行かない方がいいし、行きたいんだったら行った方がいい。それだけの話なんですよね。はい。だからいろいろできない理由を探すのは簡単ですね。仮想通貨で儲からない。もうダメなんだ。FX で儲からない。ダメなんだと。大学行ってもしょうがない。それね、否定的な考え。はい。んで、お金儲けなんてダメなんだとかね。否定的な考えを持つのは非常に簡単なことでございまして、人生成功する、成功しないかかわらずですね、否定的な考えを持てば、すべてはうまくいかないし、病気になるし、お金はすぐなくなると。で、時価総額は34兆円ですね。この2日間ぐらいで 3兆円入ってますね。3兆円から4兆円入ってます。で、ビットコインの価格はこの24時間で 8% アップしております。8% すごいね。で、サリアム E は 9% アップですね。3万2000円と。ビットコイン11万2000円です。あ、112万円ですね。すごいね。リップルは48円で、まあ、そこそこだと。あとは全体的に全部上がってるということですね。で、上位100銘柄につきましては、その、デントコインがやっぱ上がってますね。23% 上がってますね。デントコイン、モナコインも上がってると、17%。やはり私が言った通りですね。デントコイン上がってます、ということになっております。そして、ノアコインはどうなってるかと。例のね、ノアコインはどうなってるかというと、はい、ダメですね。0.05 でも全然、やる気がないと、やる気がないということで、デノミゼーションでですね、上がるのを期待するしかないという感じになってますね。はい、まあ、ノアコイン、体のエラーどうなってますかね。9.85 で追いついてきてないですね。やっぱりビットコイン ETF が G20 20カ国で一斉承認されると。いうことで、まあ、ビットコイン、あとはビットコインのついた仮想通貨、ビットコインキャッシュとかね、ビットコインサトシビジョンとか、ビットコインダイヤモンド、ビットコイン、プラチナとかね、ビットコインゴールドとかに人気が集まっているということでございましょうか。それで、まあ、2017年もですね、まあ、ビットコインだけが爆上げして、ビットコインだけが爆上げして、その後ビットコインが売却されて、リップルとかサリアムとかライトコインなどにお金が回ったという、流れは今年も変わらない感じですね。ビットコインに一極集中してる気配があります。この、循環サプライ、発行枚数はビットコインだけが変わらない。あとは変わりますからね。中央集権型ですからね、全部ね。中央集権型じゃないっていうのは嘘ですからね。まあ、という意味では全部中央集権型だし、これはブロックチェーン、ブロックチェーン、ピアトゥーピア、ネットワーク上のですね、ブロックチェーンを構築して、その上にですね、公開課金暗号方式を用いて、あたかもですね、それが、お金
のように、見える動作をしておりますが、これはあくまでも暗号化、公開書き暗号方式を用いてますので、公開書き暗号方式っていうのはどこかに認証サーバーが必要なんですよ。ですからビットコインにおいても必ず中央集権になってるわけですよね。手放しで、動いてるわけではないです。どこか誰かがですね、認証局を司ってますので、全ての仮想通貨は中央集権ですね。それでビットコインのですね、ドミナンス、まあ全体のですね、仮想通貨全体の時価総額は上がってきてます。上がってきてますので、これはですね、2017年の12月に最高値つけましたね。 59% つけた。そこに、間もなく到達する 57.5 だからね、もう少しで、爆上げになるということになりそうですね。まあ、ドミナンスから見ると明らかですね。ということでですね、仮想通貨で儲けるというのは、今年もですね、長野研究会は、ようやくですね、今年目標達成するということですね。まあだから最後までね、長野研究会にいた人は今爆儲けですね。はい、まあある程度ね、まあ長野研究会にいる人の中でも途中で売り切っちゃう、売っちゃう人はいっぱいいましたからね。はい、そういう人は全然儲かないです。はい、株なんかもそうですけども。まあ10年持ってようやくって感じですからね。はい、10分の1、100分の1になってしまうのは当たり前のあれですから、株だって当たり前の話だから、まあ、それに比べて、まあ、新しいね、投資、先であるこの仮想通貨がね、10分の1、100分の1になるなんて、そんなのはもちろん当たり前ですし、株でさ、一恋10年ですからね、一恋10年でようやく、まあ、2倍、3倍、5倍になるっていう話を、やっぱりこう何、2、3ヶ月できれば1年でね、爆上げしたいっていうのは、まあ、都合のいい話ですね。うん、まあ、それは中野研究会でもずっと言ってる話ですし、ただそう何年もね、我慢しなくちゃいけないって言ってるわけじゃないですよね。やっぱりこうやってね、ちゃんと、まあ、半年後ぐらいにはきちんと戻ってきてね、爆上げしてるということでございますよ。だからそれがなぜ待てないのっていうのは、やっぱり、人間性に問題があるかなと思いますね。あと、ドル円 FX ですね。為替なんですが、まあ、G20 を前にしてちょっと動きづらい動きが続いてますね。中野研究会、まあ、私は、まあ、もう昨日から、昨日の前か、金額が変わってないですね。はい、動きづらい。 G20 までは動かないでしょうね、これね。まあ、FOMC で下がって金利を下げるっていう話をされ、ね、下がったんだけどやっぱり上がってきたということですね。でただし、まあ、レンジをブレイクできなくて下がってきてるということですから、なかなか今 FX やると、まあ、どんな人でも負けるんじゃないですかね、これ。まあ、一応まあ、2週間にわたった長期のレンジっていうのは下抜けブレイクしたということですね。下抜けブレイクはこれどのぐらいしたかというと、まあ、レンジこの辺ですからね。こいつ上がってたから、ここからここぐらいかな。76ピップスぐらいか。なかなか難しいですけどね。じゃあ、上からこのレンジ内からですね、入るにはやっぱり、難しいですね。成り行きで入らないといけないんでね。いや、ちょっと難しい。ここでは入れないでしょうね。まあ、ここら辺からかな。ここからかな、入ったとしてな。難しいですね。100ピップスくらいですね。なかなかね、ドレインエフェクト難しいですが、これですね、ちょっとこれ綺麗にしますが、これですね。5年に一度のペナントフラッグですね。5年間続いているペナントフラッグなんですが、まあ今までね、ここをですね、ここのとこですね、2018年の頭、2018年の頭ですね、ここをつけた状態で、引いてました。ここの、そうですね。もうちょっとこうかな。
そうしますと、そうですね、ここヒゲなんで、これは無視すると。これは今年の1月3日のフラッシュクラッシュは無視して、こうヒゲずーっと下行ってますけど、無視するとこれは、5連2勝のペナントフラッグは、下抜けブレイクしてるという判断ができるんですが、ひょっとしたらこれ違うんじゃないかって話が、出てきましてね、ここはこうだと。今年の1月3日のペナントフラッシュクラッシュもちゃんと入れろという情報が入ってきまして、私の方ね。リーメイの方から入ってきましてね。まあ、ここはつかなくていいと。なぜならここもついてねえだろうと。ここもついてねえだろうと。つかなくていいんだと。で、ここはつけろと。ここもつけろとね。そうすると、まだここブレイクしてないよと。ね、ここまだ余力あるじゃないかと。で、ここまで行きますよと。このね、105円、そうだね、105円50銭ぐらいまで行くよと。だから、あとどのぐらいかな？そうだな、160ピプスか。105円50銭ぐらいまで行ってから、折り返しで上に行くという情報が来てます。マジ？上に行くと。で、まだ、この鳥かごのね、5連2勝のペナントフラッグは終わってないよと。ここまだ下に、あと160ピプス下行って、そこから上に爆上げすると。そして上の上抜けブレイクだと。上抜けの、長期ガチ勝がスタートして、しかもスワップももらえると。いうですね、上に、やっぱり上に行くんだと。下じゃなくてね。はい。アメリカの経済は絶好調ですし、ビットコインも絶好調だと。で、仮想通貨投資でアメリカ人はね、おすっごい上がってますね。おい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 、どんだけ上がるんだよ。どんだけ上がるんだ。112万5千いっちゃってますね。で、アメリカ人が、ね、ホワイトハウス主導でですね、全米にビットコイン買えというですね、テレビチーム流してアメリカ人結構買いました、ビットコインね。そして、トランプさんがね、ゴールデンウィークに、天皇陛下にお会いするために日本に来て、その時に安倍首相とゴルフやった時に密会があってですね、心臓と、日本人にビットコイン買わせろと、ね、アメリカはもう買ったんで、これ以上ビットコイン上がらないから、この日本人の金入れさせろと、んで、テレビ CM やれっつって、密会があったと。で、その情報はとっくに私が、ゴールデンウィークの中に流したと。そしたら案の定ですね、先週から日本のテレビ CM でも GMO コインが仮想通貨の CM、テレビ CM を流して始めたということで、やっぱり、リーメイソンのですね、情報は正しかったということですね。はい。そしてですね、ね、これからですね、どうなるのかと。ね、今日爆上げして情報漏れてますけど、今日は、リーメイソンの、全国株組織、株組織、の、方ですね。価値観の方。価値観、じゃあ僕は上官なのかって言ったら、価値観の部類に入ってきますけれども、価値観の方で情報解禁がありましてね、日本、全国に潜伏しているリーメイソンの価値観の方にですね、情報が解禁されて、G20 でビットコイン ETF を全国20、20カ国一斉承認しようと。もちろん日本の金融庁もね、まあブルームバーグがすっぱ抜きましたけれども、あれは本当だったということですね。なので、まあ錬金術だよね、これね。まあ空気みたいなもんですからね、仮想通貨って。まあ何もないところからお金を創造するっていうのが資本主義ですから、資本主義の新たな、お金の錬金術が仮想通貨で達成されるということで、これ爆上げですね。上ですね、やっぱり。どこまで上がるんですかね。これ、MT4 では勝てないですからね。MT4 では勝てないですからね。これしょぼいからね。まあ、ただ138円ぐらいまで行くんでしょうね。前回がこれいくらだったかな。124円。125円ぐらいか。前回、ここ125円でしたけども、もうちょっと上があるよね、これね。2001年とかね。134円。ここは134円まで行くかな。
135円ぐらいまでいきますね、今回ね。はい、アメリカドル強いからね、135円までいくという見通しです。中野研究会ね。もう少し下がって、160ピップ下がってから上、ガチはですね、逆張りでいこうかなと思います、ここからね。まあ、ここを上抜けてでもいいですけど、逆張りですね。バイリミット使って上に行こうかとも思っております。逆張り使うと結構いいんですよね。だから、ここら辺から、この辺まで取れますから、そうですね、600ピップスくらいは取れますからね、逆張りだとね。はい、ということでございまして、ドル円 FX ね、バイリミットを使う可能性が出てきています。上の可能性がありますね。はい、それとですね、ちょっとお伝えしたいのが、これですね、XM のですね、ロイヤリティポイントの話なんですが、これは、ここを押すとですね、現在の XM ポイント、まあ今8ポイント持ってるんですけど、ここを押すと、ね、出てきます。で、私はね、あんまりポジション取ってないんですが、XQs ですね。ここまだここですね。レベルとしてはね、あんまりポイントがたまらないんですよね。で、何回もポジポジポジってれば、エリートポイントになってくると思いますが、これは何ですかと、ロイヤリティ。あ、取引日数に応じたお客様のロイヤリティステータスですね。取引してねえからね、ほとんどね。あの月に2回しかやってないからね、ほとんど。それで現在の XM ポイントは何ですかと。で、8ポイントでございまして、これ8っていうのはですね、ちょっと待ってね。8って、ちょっと待って、ゴールドへのアップグレード。まあ、次のアップグレードは、お取引がないアップグレードは無効になりますと。26日ですけどね。26日のうちに1日でもやればいいんだけど、ほとんど取引してないですからね。で、この XMP ポイントっていうのはですね、自分にポイント、取引すればするほどポイントがつくんですね。で、これは、このままですね、MT4、こっちのですね、まあ、クレジットの方に入るんですよ、これ。クレジットの方に入るんで、今1万円もらってますけど、口座開設時にもらったんですが、1万円入金して1万円もらったんですけど、これはね、8ポイントで、このね、FX の取引として使うのであれば、286.23 円になりますよと。で、ただし、これを出金すると、日本の銀行に出金すると 21.47 円、で出金ができるということですね。だから、まあ、10倍以上違いますよね。12倍ぐらい違うので、じゃあ FX で使った方がいいということですね。で、今すぐ交換。まあ、ただ、中野研究会では、お金ほとんど減らないので、ポイントを使うってことはないんですよね。はい。現金が増えてきますから、どんどんね。で、ここでですね、ここで XMP、今8ポイントありますよね。XMP8 ポイントあるので、8、まあ、全額使うんだったら8って出ると 286.23 ですよね。もう一回いきますよ。これは、こっちの XMP ボーナスとして、FX、MT4 に入れるんだったら、286円使いますよということですね。はい。で、これはですね、使い方がありまして、まずね、FX 下手くそな人、下手な人は、ゼロカットされるときあるでしょ？ゼロカットって言ってですね、ずっと、まあ、ポジションを持ったまま、保持したまま、例えば、ここら辺でロング入れちゃってね、ロング入れちゃってずっとしてきちゃってと。そして、まあ、証拠金維持率が、まあ、30% 割ってですね、まあ、ゼロカットされる。ロスカット、強制ロスカットされて、後遺症が発生する場合があるんですよ。で、もちろんですね、この海外口座 XM も、一応仮想的には後遺症が発生してですね、ここが、マイナス、残高マイナス10万とかね、マイナス50万とか出るんですよ。で、そのまま、追加でね、入金してしまうと、例えば入金でね、ここの XM でですね、マイナス10万とかマイナス30万、50万って表示されたままですね、この入金作業、まあ、クレジットカードとかね、ビトレットとか、銀行ですね、銀行から入金してしまうと、
そのお衣装マイナス10万とか20万30万って書かれたやつがそのまま引かれちゃうんですよ。新しく入金すると引かれちゃうのでもったいないですね。あ、なんだよと、海外口座 XM はお衣装がないのになんかお衣装取られちゃったよって話になるじゃないですか。で、それは一手間の作業が必要で、ここにね、マイナス10、20とか、マイナス1万でも2万でもいいですよ。マイナス書かれてたら、まずですね、この XM ポイントの残高のとこ行くんですよ。そして、ここのボーナス、今すぐ交換をやってですね、最低金額1ですね。XMP1 って入れて、そうすると 35.78 円なんですよ。で、これはボーナスに換金って言うんですね。そうすると、ちょっと言っちゃいましたけど、35.78 が換金されて、こっちにですね、来るわけですね。35.78 ね。まあ、クレジット系でこれ31万飛んで36円となってますよね。ちょっと大きくしますよ。これクレジット、今クレジットボーナスに換金しました。クレジット系で1万飛んで36円。まあ、35.78 だっけな。ありましたよね。もう一回見ますよ。35.78 円にクレジットボーナスとして換金しましたと。いうことで、換金されたわけですよね。そうするとですね、クレジットボーナスが入ると、ここのマイナス、残高マイナス10万とか、マイナス1万2000万とか、マイナス10万、マイナス50万、マイナス100万というですね、お衣装が、ここ、クリアされてゼロになりますから。はい。ですから、これだけ覚えておいてください。海外口座の XM でもですね、お衣装は表示されます。ただ、そのまま表示されたまま、追加で入金してしまうと、現金入金してしまうとね、例えば、銀行口座からまた入金したり、クレジットカードで入金すると、それは取られちゃいますから。例えば、ここがね、マイナス5万って書いてあって、んで、追加でね、銀行とかクレジットカードで10万円入金したら、マイナス5万円と相殺されて、5万円しか入金されないですから。だから、入金する前に必ずですね、さっき言った XMP ポイントを1ポイントだけ、1ポイントだけ入金してください。これもね、ここね、100、1000も2000もあるから、ここね、ポイントがね、使えるポイントが、1000も2000も、今 7XMP になりましたけど、これがね、ポジポジやる人っていうのは1000も2000も3000も行くんですよ。そして、ここの、ね、金額が、50万、100万、200万って行くんですよ。いつの間にかね、バカ分みたいに溜まってくるんですよね。で、こう100万、200万あるから、そのまま入金しちゃえばいいやってね。それももったいないですからね。入金っていうのはこの XMP ポイントを入金するのとクレジットカード入金と銀行入金あるんで、で、すべてもったいないですから、まずはここでですね、ゼロカット、まあ、お衣装をゼロにするにはどうしたらいいかって言ったら、1ポイントだけ、XMP を1ポイントだけ入れるんです。35.78 円だけ。そしてボーナスに換金すると、こっちですね。何言ってるか分かります？分かんなかったら電話してくださいね。ここがですね、ここが残金がマイナスのね、お衣装が発生した状態になると、マイナス1万、5万、10万、マイナス100万、マイナス200万とか、いろいろお衣装発生しますよね。まあ大体マイナス5万、マイナス10万とか、マイナス20万が多いと思いますけれども、それは、XMP ポイント1ポイントだけ換金すれば、ここ残金がゼロ、全額がゼロになります。あとここに、プラス36円って、36って表示されますからね。そしてお衣装がゼロになります。それで初めて、海外口座 XM はお衣装がないというふうに言うことができます。何も分かってない人は、お衣装ないよねって言って、お金入金すればね、こうゼロになるのかって言うと、そうじゃなくて、何も知らないでやると引かれちゃいますからね。何もやらないでやるとお衣装あるってことになっちゃいますので、それだけ気をつけてくださいと。なんだこれ。はい。それではね、今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ、皆さんもね、このロイヤリティポイント溜まってるんじゃないかなと思います。はい、ビットコイン。おい、114万。おい、どうなってんだこれ。どうなってんだこれ。どうなってんのこれ。
どんだけ上がってんのこれ。110、あ、もうちょっと上がってたんですね、さっきね。115万までしてたんですね。ということで、ビットコインはとどまるところを知りませんのでね。いやー、見事ですね。ここでももう100万ありますからね。105万ありますからね、ここでもね。どんだけ上がってんねんなんてかな。これ100、今日中に120万いくよね、これ。114も何千だもんね、もうね。今日中に120万いくよね。で、今月中に、あ、G20 の情報流れてるんですね。G20 で20カ国ビットコイン ETF 一斉承認すると。そしてアメリカ人どんだけ儲かるんですかね。アメリカにまたお金が、資金が流入しますね。それでは今回はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。